人工洋室に移し替えます。こんなんさ、このグラムね。はい。うわえぐい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがまきびしけんくんです。いや、具志堅ですよ。おお、やりすぎやりすぎ。ごめん、そんなに怖くないよ。申し訳ない。世の中具志堅勘違いしてて、俺手裏剣だと思ってて。いや、武器じゃないって。そうだよな。うん、結果的にだから手裏剣なはずないからっていうので、うん、まきびしかなと思って。いや、まきびしのはずもないよ。え、何びし？いや、びしでもねえって。あ、びしじゃないの。びし、うん、江戸。おい、外国人、助っ人外国人。ちょっと具志堅の名前を間違えるのはすごい失礼だと思う。失礼だと思います。おい、なに子供委員長。そう、だからちょっとちゃんと覚えたい、正式に漢字で覚えたい。めちゃくちゃ覚えやすいやつありますよ。え、教えてほしい。具志堅の具が、具材の具。あ、はい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 。志が、志が高いの志。おお、めっちゃ覚えやすいね。で、剣が、お菓子の片揚げポテトの肩で。具志堅の剣って、お菓子の片揚げポテトの肩の。おい、それもう覚えろよ、じゃあ。怖めちゃくちゃやってるって。俺もう、丁寧に言ったけど。大量生産。実は何回もやってるから。一緒にデス作っていこう。おぉ。貞治。オープニングのホームランも決まったところで。ああ、じゃあもう大量生産。大量いっぱい打ってるよ、今ので。迷いがすごいね。今日も大事な作業というか、あんまりないかもしれない作業としては、その今まで撮った中でメインの作業って何個かあるじゃん。はいはいはい。あの、採卵だったりとか、割り出しとか、とかしたやつ掘り出したりとか、産卵セット組んだりとか、まあここら辺が基本のメインの作業になるけど、はい、まあその間にある、動画外でよくやる作業、たまに動画にもしてるけど、それとはまたちょっと違うテイストで今回はやっていこうかなって思うやつなんだけど、うん、何だと思う、具志堅。自分の家のロッカーとかから下に着るヒートテックとか、分厚めの靴下とか、カラーボックスに移動させる、いや冬に向けての衣替えや。おい、奥に眠ってたヒートテックとかを、そうそう、掘り返す時間。俺ちなみにヒートテック着ないけどね。そうだ。そうじゃなくて、違う違う、あるでしょもっと。羽布団出そうとして、一回も洗濯したことなかったんで、コインランドリー行って、洗濯して乾燥させる。いや、冬の衣替えあるある、それもう。今からコインランドリーロケとかやるわけないでしょ。ランバージャックと見せかけてコインランドリーですなんてないでしょ、別に。ここでできる作業だし、これも使うし。たまにある、やる。コーカサスの時にやったんじゃないかな、具志堅は。もうこれラストよ。幼虫の引っ越し。いや、当てるんかい。当たるから、あの余裕の2個だったんかい、前のやつ。そうですね。そうですね。まさにローテーションのいいともやるじゃん。まあただ幼虫の引っ越しせっかくです。はい、今の穴埋めを全部 CM の後にあのキーワード発表するんで。いや、いいよ、懐かしいな。プレゼント企画みたいな。幼虫の引っ越しね。そう、お一応幼虫を引っ越しします。はい、っていうので、まあ、正式な作業名で言うと人工洋室に移し替えます。おお、はい、ありがとうございます。幼虫とサナギの間の、全幼っていう期間があるんだけど、時期が、はい、その時期に人工洋室に移し替えるっていうのが、まあ、ベタなの、うん、基本的に、うん、ただね、まあ、人工洋室っていうのは一応最終手段みたいな、洋室壊しちゃったとかいう時に人間が意図的にサナギの部屋を作ってあげるみたいな、で浮かしてもらうみたいなのがあって、ただ今回の種類が、ヘラクレスオオカブトなんですけど。おお、そう、世界最大のカブトムシヘラクレス、はい、ヘラクレスなんだけど、ヘラクレスとかの場合は角曲がりとかする可能性があって、でかいから、はい、ケースよりも大きくなるパターンもあるし、サナギの部屋を作った場所によっては、そう、自分のサイズよりもちっちゃい洋室になったりとかしちゃうと、せっかくスラッと伸びて長い角がぐにゃっと曲がっちゃうみたいな感じになる時もあるから、そういうのを防ぐために人工洋室に移し替えるパターンもあるみたいなのがあるんだけど、はいはい、今回はその角曲がりを防ぐための人工洋室移動みたいな感じですね。なるほど。そうだから、今までので言うと基本はサナギになるんだけど、サナギになってるやつを
スペース確保のために人工衛星に移したりとか、うん、あとはまあ単純にサナギをぜひ見てほしいっていうのもあるから、サナギが結構メインの、人工衛星移動があったんですけど、うん、基本的には全容のサナギになる前、サナギになっちゃうともう固まった状態になるから、うん、サナギの状態で綺麗に伸びた場合はもう人工衛星に移し替えなくてもまあ問題はあんまりない。そうで、角が曲がった場合ももう固まっちゃってて角が伸びることはないからもうそのままで問題ないみたいな感じなんだけど、うん、それを防ぐための今回の作業ですね。はい、はい、幼虫のお引っ越しです。なんで、今回引っ越しするやつ出しましょうか。はい、あ、お願いします。はい、引っ越しするやつこちらです。はい、おお、こちらオスの幼虫が6匹って感じで、そう、これ全部全容っていう状態になるから、うん、もしかしたらサナギになってるパターンもあるかもしれない。人工衛星も出しましょうか。あ、はいはい、今回この子たちを移す人工衛星こちらです。はいはい、はい、こちら6個見たことあります。そう、まあもともともう作ってあるやつで何回か使ってるやつなんですけど、うん、僕は使った後だから今までの子が羽化してきて、そしたらまあ1回洗うんですけど、洗った後に、まあ、水分がある状態で冷凍庫に入れて保管してる感じ。やっぱどうしても一回乾燥させるとすごく水分の吸いが悪くなって乾燥すごいしちゃうから、それを防ぐために僕はもうそのまま冷凍して、まあ、雑菌とかも繁殖しにくいような環境にして、もう水分その状態で基本的に使うって感じですね。そう、上ちょっと乾燥してる風に見えるけど実はこんな感じで結構しっかり水分まとってて、そうで、まあ、一応空間を埋めるために基本のサイズがこのサイズなんだけど、このオアシスっていう吸水スポンジみたいなやつ、はい、次足してる感じ、足してここに埋めてる感じですね。そうだから何回か使ったやつももう冷凍して保存してるって感じかな。そう、そしたら解凍すればすぐ使えるんで、はい、今んとここれで僕は落ち着いてますね。はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。これグラムがどうしよう、軽い順からいくか。ただまあやっぱこの作業をする、理由もあるんで、やっぱり角曲がりを恐れる理由というか、うん、基本的にはこの入れ床っていうんですけど、この細長いケースはやっぱ横に長くて縦が短いから、うん、こっち側がね、はい、短いから意図的にヘラクレス側もこっち短いっていう多分基本的には思うのかな。うまいことこうまっすぐ作ってくれるんだけど、はいはい、まあでも中には作らない子もいるから、うん、そういう時に横が狭いと洋室が例えばこっち側、うん、こっち側とこっち側から見えるみたいな、うん、ってなると、洋室の限界値がもう見えてる状態になるから、うん、ヘラクレスのサイズ感に足りてないなというか、うん、そうだから横からこう見えちゃう場合は結構危険、このケースの場合になるから、そういう子は早めに移し替えるって感じですね。はい、そうで、この子に関しては別に作ってはない子なんだけど、洋室がもうむしろ見えないから、うん、もうこのタイミングで、まあ、サナギだったらサナギだったで、まあ、スペースも、ちょっともっと使いたいからこれに移し替えたいなっていう、はい、で全容だったら全容だったでこれに移し替えたいし、羽化してたらなんなら最高だねっていう感じになるんで、早速行きましょう。ちなみにこれが、117g ですね、はい、ちょっと待って今グラム数確認したらここにいますね。お、これどうだ、まだ全容っぽくないかな。あ、まだ全容じゃないですね、お動き的に、はいはい、これちょっとこれは難しいけど、はい、自分でやってみての感覚になると思うけど、うん、こうパッと見た時のまあ、見えないけどね、多分幼虫のツヤ感とかがまだ張りがあるからヨボヨボじゃない。そう、ちょっとやっぱヨボヨボになるのと、ちょっと傾けてあげると洋室の空間があるから、サナギの部屋の幼虫としてじゃなくて全容になってるとスッと奥に引っ込んでいくというか、そう、ずれちゃうみたいな、幼虫としてそこに居座ろうとできないというかね、うん、だけどこれこうやっても下に下がらないんで、こいつはちょっともうちょっと様子見ていずれ移動させるかな。おうおうおう、なんでこいつは保留で、そう、分かんない時はもう保留にした方がいいんで、うん、逆に洋室作ってて全容になりきれてない場合は、もう一回洋室作ってもらわないといけなくなっちゃうから、うんうんうん、体力を無駄に消費させちゃって
体力なくなってなんなら星になる可能性もあるから、はい、そう、もう分かんない時はもう身を守った方が無難、うんうん、なんでこいつはちょっと一旦なしで、はい、もうこっから結構すごいと思います。この2020年5月に孵化した子で、はい、最後が 142g。 もう一気に上がりましたね。一気に上がるね。そう、140あればなんか 150mm 以上の子になるから、うん、まあ、角ももちろん長いんで、うん、まあ、人工養殖室に移し替えてもいいかなっていうところで、で、こいつは多分サナギかな。そう、だから単純にサナギ見てほしい。なるほど、動くのをやめて。そう、もうサナギの形になってるから、だから実際もう養殖に入れなくてもいいんちゃいけど、まあ飼育スペースの確保的な部分で、やっぱサイズ的にもだいぶコンパクトになるから、こっちにもう移しときたいっていうのもあるんで、はい、やります。ちょっとひっくり返しましょうか、はい、どうでしょう。あ、ここ、わかる？これ、ここに作ってる、はい、空間で、こう、多分こう作ってるから基本的には問題ないし、まあ曲がってたらもうそれはしょうがないって感じ。僕ひっくり返してるんですけど、一番安全なのは多分上からスプーンで減らして削っていった方が一番安全です、うん、ちょっとこれは動画の兼ね合いもあって、やっぱパカッと割りたいっていうのがあるんで、ちょっといきましょう。すごいね、幼虫の皮。これサナギわかる？うわっ、すげえ。ちょっといきましょうか。どう、ここか。おお、でかくない？でかいけどちょっと角が、はいはい、なんだこれは。ちょっとカビちゃってるけど、うん、まだ生きてはいるけど、うん、くねっちゃってるね。これは心配かな、うんうん、斜めというか、うん、頭が倒れちゃってる。大きい子とかやっぱこう倒れたりする時ある。そう、これでも浮かしてくれる時はあるけど、この子に関してはちょっとここが広がりすぎちゃってるからちょっと怖いかな。浮かしてきてほしいけど、でちょっと角がこうやっぱぶつかっちゃってか分かんないけど、こうガクッと下に下がっちゃってる。そう、こういうことになったりもするから、まあできればまっすぐ伸びてほしい子とかを人工養殖に移したりっていうパターンもある。ちょっとまあ心配ですけど、はい、浮かしてきてほしいですね、うんうん、はい、でこんな感じで入れます。はい、どれぐらい置いとくんですか？結構長いね。やっぱ2ヶ月長いと2半ぐらいかな、2ヶ月半、なんなら3ヶ月か、まあ3ヶ月は言い過ぎかな、うんうん、2ヶ月ぐらいはかかる、うんうん、何も食べないですもんね。そう、もう体を一回ドロドロにして、うん、また固めてる段階だから、うんうんうん、すごい能力というか、うん、まあ2ヶ月後ぐらいに無事に羽化してくるのを祈って、うん、一旦これで1匹目、はい、さ、いや、でかかったね。てか、そう、これすごいね。これがもう幼虫が自分のこう糞とか体液とか、うん、口から出した液体とか糞を空間作って自分の体をこううねらして、うん、こうやって器用に作っていくみたいな。すごいよな。さあ、まあでもとりあえず大きい子でしたね。はい、さあそして次、今の子が一番低いから体重的には。おお、146、はいはい、4g 重い。だからサナギも結構いかついと思う、もしサナギだったら。はいはい、でこいつに関しては、まあ、こっち側だからここに洋室が側面から見えるから、もしかしたらこっちの方にこう頭がある場合は頭がぶつかっちゃってガクッと角が曲がっちゃうみたいな、うんうん、そう、まっすぐ行くはずが曲がっちゃってしまう可能性があるから引っ越した方がいいみたいな。そう、ただこいつに関しては多分ここがお尻スタートだから、まあ、まだ問題ないじゃないかなっていうのはあるけど、うんうん、そう、ここがお尻スタートで多分斜めに行ってるかな、うん、とは思うんだけど、こっちから見えてたらもう絶対変えた方がいいね、うんうん、さっきの場所と限界値がもう決まってるから。今ので伝わってる？お尻、でも斜めに真横に行ってない。うわ、すごいよ。ごめんごめん、俺も限界値決まってるから。いや、まあそれだけありますよ、人間に誰しも。そう、で、これめっちゃわかりやすい。サナギの部屋を作った時は
土も引きずり込んで固めていくから、こういう風に陥没するの、へこんじゃうみたいな、はい、一定の場所がこことここ、そう、こうなってると溶質作ってる合図で、多分全容になってると思うんで行きましょう。見える？おお、あ、川、これは、あ、でもサナギなってるかも。ちょっといい？行きます。綺麗だね、しかも。すげえ。すごくない？てか全然全容で取り出すのがいいですって言って全部サナギなんだけど。ちょうど全容じゃないんだけど。まあしょうがないです。まあちょっとね、動画の兼ね合いもあるんで多めに見てください。いやでも綺麗でよかったね、とりあえず。はい、これ。あ、そう、これが最初に見えたやつ。そうそう。これね。すごいね、めっちゃ綺麗ですね。てか太い、太いね、根元の方ですかね、特に。うわ、ごつ、こんなんさ、いや、今年はやっぱすごいですね。なるほど。ああ、いや、マジでマットのおかげ、ハワイアンビートルの J02 ですね。いや、だからもうポテンシャルを最大限に引き出してくれてる感じかな、そのヘラクレスの。綺麗だね。女の子に言うみたいな。いや、嬉しいね。でも思い入れはね、やっぱ、うん、卵からやってきて、そう、やっぱ1年半かかってね、うん、この姿を見せてくれてるのはやっぱ感慨深いし、やっぱ大きいとね、どうしてもこの頭が寝ちゃう時があるんだけど、多分どうなってるんだろう、どうなったら頭が寝るのか分かんないけど、はい、重すぎて寝るのか、その体液をこう送り込んでいくんだけど、お尻の方からその送りきれなくて垂れるのかなと思ってるんだけどね、はい、そう、でもこいつはもうすごい綺麗なんで、多分しっかり浮かしてくれると思う、うん、いや楽しみですね。はい、でこう入れていきます。はい、いや立派ですよ。いや楽しみだな。赤ちゃんじゃん。確かにね。いや、ほんと人間の赤ちゃんぐらいでかい。人間の赤ちゃん見たことないんじゃない、もしかして。人間の赤ちゃんぐらいでかい。いやいや違う、まあインパクトはあるかもしれない。松坂大輔に関しては 4000g あったから、小さい頃。すごいっすね。すごいでしょ。やっぱ松坂めっちゃでかかったらしいです。当たり前のように急に松坂の話して申し訳ないけど、西武ファンですか、ね、そう、西武ファンで、そう、西武ファンって松坂の話しがちなんで、突然お腹すいたみたいな感じで松坂の話するんで、すごい根付いてるな。いやでも、よかった。とりあえずサナギでしたけど、はい、無事に、ま、ある程度しっかり伸びてくれて、で、サナギも大丈夫そうな感じで、うん、一安心です。あと3匹も全部こんな感じで、どうも順調にいけばいいですけど。いやでもこれサナギだ、全部サナギだったら今日の動画撮ってる内容とは全然変わっちゃうんだけど。じゃあ次、146g ね、さっきの子が、はい、次が、153g、 大台、すごいな。今まで150がマックスだったから、その幼虫のサイズが。なるほど。そう、それをもうこのまだ2つ残して超えてるという状況。そうで、しかもその150の子は羽化しきれずで星になっちゃったんで、あ、でもまだかな、もうちょっとかかるかも。下にね、見えるんだけど、はい、これ映んないかな。あ、そう、はい、今洋室作り始めてるだけかなですね。こう横から見た感じすごい陥没してるでしょ。おお、はいはいはい。そう、これは幼虫が今土を引きずり込んで作ってる途中って感じですね。うん、だからこいつも保留です。はい、全然で全容が出てこない。どうする、サナギと洋室作ってる途中だけで終わったら。具志堅できる全容。いや、できないよ、さすがに。無理か。これ、色味合ってる。いや、いいよ。色だけで騙されないって、みんな。いや、でも大丈夫です。まあ、153g の子がいるという報告でした。なるほど。はい。さあ、そして次、155g。おー。どうでしょう。あ、こいつに関してはね、あ、
ここに見えるでしょ、はい、でこっからも見えるの、はいはい、でだからサイズが病室のサイズ的にはもうだからここって決まってるんだけど、うん、このサイズ感こうなってるってこと、そうだからまあ足りてるそうっちゃ足りてそうだけど、まあ 155g の子っていうののさなぎを僕はまだ見たことないんで、はい、もしかしたらぶつかる可能性とかあったりするから、うん、一応交換しようと思います。あ、全容ですね、めちゃくちゃ全容、はい、ようやくです。さあ、行きます。よいしょ、優しく。すごい貫通してますね。そう、貫通だからここにこことここって感じ。そうだからもう溶質のサイズはもうそうここにぶつかっちゃってるから、本当はだから単純に言ったらこうこんな感じで多分作るはずだったから2センチぐらい狭いって感じかな。そう、そうなったらその2センチが結構あだとなる可能性もあるから、はい、ちょっと割りますよ。これ全容、シワクチャの幼虫。もうブヨブヨで、で ここがすごい硬くなってるんだけど、これは今だから皮が余ってきてるというか、この中はもうサナギの状態、実は。じゃあ収まってるんですね。今は収まってる状態。シワクチャの幼虫の皮があるけど、その下にまだ柔らかいサナギがあるって感じ。そうだからもうこことかも機能してない、ただの皮まとってるだけみたいな。でちょっとせっかくなのでグラム測りましょうか。僕自身が正直この全容のグラムとかは測ってないんでわかんないんですけど、全容の体重測って何グラムかみたいな何ミリぐらいっていうのを予想できたりもするらしいんで、うーん、よかったらなんか参考にしてください。137。じゃあ十分、だいぶでかい気するけどな。はいはいはい、大丈夫ってぐらいシワクチャだよね、うん、これ初めて見た人はちょっと心配になるよね、多分ね。死んじゃったんじゃないのっていう、針がある状態からこういう、そう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 、サナギになるために、そう、これはもうサナ、もう言ったらもうほぼサナギ、うん、確かに色味もちょっと、うん、白からうん、そう色っていうんですか、そうそうそう、やっぱ黄色っぽくなってきたっていうのはやっぱ幼虫がこうサナギに向かってる合図でもあるから、この状態を待ってました。あ、このね、これね、腹筋運動、あー、はい、これが全容の動き、こういう感じで。すごいよ。いや、大丈夫、良さそうですね。あとはまあ無事にサナギになってくれるのを祈りましょう。素晴らしい、 155g。 いやちょっと楽しみな子ばっかだな、数ヶ月後に。そうね、だからちょうど年またぐぐらいじゃないか、年またぐぐらいにもしかしたら皆さんと、前から見てくださってる方からしたら多分僕と同じぐらいの熱量で喜んでもらえる景色が見れるかもしれない。さあ、そしてもうラストですが、へい、155が、ね、今の子で、そうなってくると次はどうなんだっていう話なんですけど、はい、相槌ヘイじゃなかった厳しいな、板前やってる実はいや、やってないですよ大丈夫か、自分のことで精一杯ですいやいやお店やるほど余裕はないそうか、はい、このグラムね、はい、163です。うわえぐい、もう球速みたいな、球速、そうピッチャーの、うん、僕はだからヘラクレスのグラムは本当に急速だと思ってて、うん、140投げたらやっぱもうプロいけるレベル、うん、プロいく可能性があるんで、150だともう全国に名を轟かすようなイメージ、うんうん、で160ってなるともう、そう、ほんの一握りしか存在しない、うん、小さい頃はもう存在してなかったグラムみたいな、うん、だけどもうすごい人は200とかいるから、そう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 、それを聞いたらね全然違うんだけど、でもうちで言った163はもうすごいことなんで、はいはい、これね、これも多分全容だと思う。ああなるほど、うん、基本的に無事でいてくれたら。そうね、あれ待って、サナギになってない、大丈夫かな、ちょっとまあサナギでも見たいしね、行きましょう。はい、え、ちょっとドキドキするな、見た感じ今のところ
なんかさなぎっぽかった。うん、せっかくならおすすめのやり方の方にしましょうか。はい、もうパカッと開けるじゃなくて、あのやっぱひっくり返すとどうしてもさなぎとか柔らかいと衝撃でさなぎが上から下にバンって落ち若干落ちるから、うん、その衝撃でさなぎが傷ついちゃう可能性もあるんで、実際このスプーンですくったりとかの方が安全です。だからまあこのやり方にしましょう一旦。こいつに関してはもしかしたらちょっとさなぎになりたての可能性もあるんで、さなぎになりたてはやっぱどうしてもめちゃくちゃ柔らかいから余計に衝撃に弱いから、でもこれはこれでワクワクするよね、この削っていく感じで。も綺麗に洋室作ってくれてはいると思うから、曲がってなければいいけどね。洋室はやっぱ硬いから削っていけます。そう、こんな感じでやっぱここ硬いもんね。うん、音がやっぱ、あ、そうね、全然違うもんね、ここら辺と。はいはい、あ、開いた、あ、さなぎだ、あ、あ、さなぎだえ、見てく寄ってくみたいに言わないで。わ、わかる？これ太すぎない？なんかさ、あ、これデカミミズがいるんだけど。ほんとだ、わかる？見える？見える？今、仰向けになってますね今、俺、そうそうそう、仰向けこれ、やばくない？潜み方、えぐくない？今、根元か。うわ、ちょっとどうだ？こちょ、体から見るか、この先端じゃなくて、その角が曲がってるかどうかは一旦あとでにして体から見よう。うわ、さなぎになってたな。はい、おお、ちょっと開けていくよ。はい、あ、でも結構綺麗じゃない？はい、あ、綺麗ですね、結構。ちょっと行くよ、こっち角曲がってるかどうか。はい、うわあさあ、これね、こうなるっていう。ああ、なるほど、そう、ぶつかっちゃってみたいな。ああ、そういうのがあるから、一応人工洋室に入れる人もいるよって感じ。うーん、逆に分かりやすくてよかったかもね、こうなることもあるっていう。あ、まあでも全然てか、でかいね。いや、やっぱ160超えはで、だいぶまだ柔らかいから、ちょっと慎重に取り出しましょうか。多分まだ固まりきってないから。あー、確かに今柔らかいの、まだ、さっきまでの子は、ま、固まってたからいいんだけど、まだ柔らかいから、下からすくい取る感じで。あ、だいぶ曲がっちゃってるね、こう見たらね。はいはいはい、でもまあ角、あー、でもだいぶ曲がってるか。ちょっとそこは残念だったな、ちょっと遅かったですね、タイミングが。この子に合わせてこの動画撮ろうと思ってたんだけど、そう、ちょっとね、若干ずれ込んだから撮影時期。はいはい、もしかしたらワンチャンさなぎになるかもなっていうのはあったけど、ちょうどなってたね浮かしてくれればいいけどね、とりあえずね。はいはいはい、若干ね、羽がずれてるんだよ、この洋室。あの、さなぎになった時に羽の位置とかが通常の羽の位置みたいなのがあるんだけど、若干こいつずれてるね、こっち側が。こっちが正常かな、多分。ちょっと俺もちゃんと詳しいわけじゃないからあれだけど、ちょ、まあ、伝わるかな。下の方の羽、この2枚重なってる感じあるじゃん、この下の方が若干こっち出てきてるというか、はみ出てるのと、若干この白い部分見えるの分かる？あ、はいはいはい、そう、やっぱこの白い部分見えてるの良くないというか、そう、だからちょっと心配だけどね、無事に羽化してきてほしいですね。いや、でも楽しいな、やっぱテンション上がるね。すごかったっすね、角の見え方エグかったもんね。うん、でもやっぱでかければでかいほど、その
やっぱこのサナギになる時のリスクはやっぱ出てくるイメージはあるかな。その固まるまでの時間もかかるしとか、そのサナギになってからの、はいはい、のもあるし、あとやっぱ多分体液を送る長さも必要になるから、お尻に一回溜めて体液を、そっからこうお尻を上下させてみたいなで送り込んでいって角を伸ばすから、角まで体液が行ききらないとか、その全体にこう体液が浸透しきらなくてそのまま固まっちゃったりする時もあるから、それは仕方ないことなんだろうね。結構曲がっちゃったけど、そのまあ一旦サナギになってくれててよかったかな。はい、うん、なんかこうならないために今日やってましたって感じだったんですけど、そうだから全容でやった方がいいよっていうのはそういうことだったんですけど、全容だったのは1匹でした6のうち6のうち、うん、結果的にサナギさんの全容1の、はい、全然幼虫が2って感じで、まあでも1見れたまあそうね、はい、とりあえずね、いやほんとよかったね、はい、でもその動画的にはこうなっちゃうよっていうのと全容と、うんうん、見せれて個人的には良かったかもしれないです、うんうんうん、そう、あとは無事に浮かしてくれること、まあ浮かしてくれれば僕はそれで一旦 OK なんで、はい、うん、まあできればね伸びてて欲しかったけどね、うんうんうん、やっぱワクワクしたね、すごかったっすね。具志堅的にはどうだった？曲がっちゃってるのは正直悲しくはなったんで、うん、まあ、ちょっとね若干残念な気持ちにはなるし、その危険をそうならないために移す作業は、うん、確かに大事さはめっちゃ痛感したっていうか、あ、でもよかったよかった、うん、それはでもやっぱりこう大きい形で生まれてくるには難しいんだなっていう、うん、まあそれなりのね、うん、っていうかまあ本人というか、うん、ヘラクレスが一番大変だった、いやそうよっていうのはめっちゃ痛感しましたね。そうね、美しくなるために、うん、俺らのためにだからね、しかも、うん、本当にだからまあそういう中で大きい子を出して虫好きをこうワクワクさせてくれてる人っていうのはやっぱ改めてすごいなとは思う、うん、いやでもいい時間でした、うんうん、ちょっと俺らもねヘラクレスみたいにビッグになれるように頑張ろう。いやそうですね、うん、そう思えるいい機会になりましたんで、はい、はい、まあ、またこの子たちも羽化してきたら動画にすると思うんで楽しみです、うん、それも楽しみだね、はい、そう、まあ、だからその時に羽化してきてくれればいいけどね、みんなね、うん、そう羽化できなかった子とかは多分動画外になると思うんで、はい、うん、そっとしてあげててください、万が一の時は、はい、はい、で、まあぜひ引き続きそのヘラクレス以外も動画あげますけど、こちらも羽化してきた時動画あげますんで、気になった方はチャンネル登録と高評価もよかったらお願いいたします。はい、はい、そして具志堅も YouTube チャンネルやってますんで、ヘラクレスは出ないですけど、スニーカーとか仕送りとか出てきたりするんで、はい、ぜひそちらもチェックお願いします。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。